はい。それではですね、ここでは、ちょっとですね、えー、画素の法則の話をさせていただきたいんですけども、まあ、画素の連載なんてね、当たり前なんですが、えー、っとですね、今回、えー、メインにやるのは、画素の法則の中でも、仕上げの法則。仕上げの法則っていうのはね、えー、何かと言いますと、えーまあ、簡単に言うと、仕上げる法則です。まあ、ちょっと当たり前なんですけども、あのー、 仕上げってあの最終的にフィニッシュワークっていうのをね聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ簡単に言うとその何か作った作品に、一番最後に何かこうプラスしてあげるとか、そういってあげたりとか、何かしらこうプラス要素をすることで、あの素敵な作品に変えていってあげるというまあそういったことができるのがこの仕上げの法則。 ま、それをやることでですね、あの、非常にあの魅力的な絵を作ることができたりとか、ま、あとレンダリングした絵ってね、ほんと最近思うんですけども、あの、みんな同じような絵になってしまいますよね、どうしても。ま、いくら一生懸命やったとしても、なんか、レンダラーとか PC とかね、あのソフトは一緒なんで、ま、ほんにこの技術が上がれば上がるほど、なぜかみんな同じような絵になっていってしまう。ま、クオリティは上がるんですけどね、そういったことが多いんですが、この、え、最終的なフィニッシュワークだったりとか、そういったものっていうのは、そこに個性を 結構追加することができる手段の一つなんですね。なので皆さんがこう、やっぱり自分の作品をしっかりと残したいとか、自分の味を出したいとかね、そういったことを思うのであれば、やっぱりこういったところは非常に重要視して、え検、ー、査していっていただけたらいいんじゃないのかな、なんて思ってますけども。その中のですね、えー、これも8項目ぐらいあるんですが、そのちょっとね、一覧にしてどこかに出しますね。一応、あの、8、 8、8章8項目、8波64あります。元素の法則というのは。で、も結構実はやっても14ぐらいや,やってることなのかなやってることになってる、ね、そろそろちょっとね、れなんか言ってるけど何のことなんだろうなんて。まあ、あの、たまにあの、セミナーとかをやって、あの、そちらで内容とかね、お話ししたりすることもあるんですけど、それもあの、完全に、 あの、全部話してるわけで、まあ、時間があまりないので、えー、だいぶ端折ってお話をさせていただいて、まあ、実は最後の2章ぐらいはまだ、どこにもやってないんですけども、ね、実は、えー、一回やろうと思ったんですけど、ちょっと、コラのせいで、い中止になってしまってですね、行 <laughs> けなくなってしまったという経緯もあって、ね、まあ、この、あの、練習ではですね、あの、許される限り、えー、しっかりとこの全ての項目を、最終的にはこう、 提示できればいいなと思ってるんで、でもさすがにちょっと道しるべがあるといいので、ちょっとどこかでね、これがちょっと、あの、一覧にできる場所があると、ちょっとそういうのも今後の計画の一つとしてやっていきたいと思います。ちょっと脱線しましたけどね。えー、じゃあお話をちょっとしていくとですね。えー、その中でもですね、えー、今回はですね、えぇ、ー、仮想の法則、消すという。 隠す、隠して消す。ということを今日はやらせていただきたいと思います。何を言ってんだろうなみたいな感じに、えー、なるかもしれないんですけども、読み方が間違ってたらちょっと申し訳ないんですけども、え象、ー、印象、印象印,印象っていいんだよね。うん。まあ、印象現実感みたいなのもなんか言葉としてあってですね、これはあの、XR とか VR とかあるじゃないですか。 あれってあの仮想現実の世界にいろんなものを足していくんですけども、印象っていうのはこれ消していく DR って言われてるんですけどね。あの、例えば、そうですね、半分こうグラスで現実世界を見ていらないものは消してしまう。